今もって、世界が不惑だとしたら原因は、独裁制をしてなかった、今まで、にあって。良くも悪くもだ、戦艦が沈むとき、艦長だけじゃなく乗組員もまあ、全員海の中であり。戦闘中というなら、敵も同じ、それらの罪は残らないか？独裁者を支持しなければ、その船に乗らなければ罪を負うこともなくて。地獄とはどんな場所か、そこにいるとき、せねばならないこと、は何か。二度とそこには戻らない、なら、もう、会うこともないが。日本には1000兆円を超える借金がある。誰が作った？なぜできた？今まで何をしてきた？何を考えてた？考え方の問題もある。誰でも良いのだ。選ばれて上にいるなら神である。出世のためには、飼い犬のごとくも。ということなんだよ。我慢して働こう。結果できた借金。それでも救いというか、返済は面倒でもなかった。